はい、皆さん、こんにちは。ということでですね、今日の話なんですけれども、今日はですね、最近3月、になって、幸い、うちの教室もね、続々と体験が、今来ている状況なんですけれども、これ、たまに聞かれるんですけれども、そろばんってセンスっていりますか？とか、あとその時にね、体験した時に、その子って将来どれくらいできるようになるのか分かりますか？とかっていう質問をする方がね、いらっしゃって、これ面白い質問だなと思ったんで、答えていこうかなって思うんですけれども、ですね、そろばんにはまずはセンスは必要ありません。これはもう言い切れます。で、そろばんって僕、誰でも上手になれるって思っていて、誰でも段位が取れると思ってるんですよ。ただ、これね、ただもちろん条件はあって、それ例えば段位が取れると思ってる子でも、例えば自分が3級とか4級とかで親が辞めさせてしまうケースっていうのが当然あるので、それはダメでしょ。ね、それは親の問題であって子供の問題ではないですよねっていうことなので、で、そのままはまずきちんと習えば段まで取れるし、段まで取ったらものすごい集中力なんですよね。なので、やっぱりそこは親御さんが我慢して、うちのそろばん教室に来てくれるのであれば、これ絶対うちは段取得っていうふうに言ってるので、そこまで頑張ってほしいと。で、そうすると、圧倒的な自信になって、他の人にはもうものすごい差がつくわけですよ。ね、そろばんが段、もちろんうちは暗算も段っていうことを言ってるんですけれども、暗算段なんかもものすごいスピードですよね。で、今日も体験に来た、子がね、言ってたのが、テレビで、ある子が、4桁の読み上げ暗算をやってて、で、4桁の読み上げ暗算、その場やってる人だったら、4桁の読み上げ暗算なんて別に段の人だったら、ほぼほぼの人が、5口とか、5個足したりとか、10個足したりとかってできるので、そうなってくると、別に普通って思うかもしれないですけど、初めてやっぱりそろばんやる子とか、暗算やる子っていうのは、やっぱりそれを見て、やっぱりすごいって思うわけですよね。で、すごいって思って、で、そろばん教室探してくれたら、うちの教室が当たったっていうふうに言ってくれて、で、それで来てくれて、さっきも体験ね、楽しくやってたんですけれども、とにかくね、で、センスはまず一つ関係ないってことを、これはどの人にも分かってほしい。で、僕ね、実はピアノやってるんですよ。ピアノやってるっていうか、今はストリートピアノとかね、で弾くぐらいなんですけれども、ピアノは残念ながらセンスが僕関係すると思うんですね。で、練習してある程度上手になるのは誰でも上手になれますけど、ピアノとそろばんって何が違うかっていうと、ピアノって技術の上に芸術性が乗ってくるんです。で、芸術性っていうのは結構生まれ持って出てきたものっていうのが大きいんですね。で、もちろん後天的に芸術性を身につけるっていうのは、例えば多様な経験を他の人以上にするとかね、例えばその海外の音楽に触れるとか、そういったことで後天的に獲得できるものはありますけれども、でも、やっぱりフィギュアスケートとかでも何でもそうですけど、技術の上に何か表現するものが乗るっていうのは、表現力っていうのは、残念ながら生まれ持って、持っているものというのはかなり大きいので、ただ、そろばんって表現力ないんですよ。そろばんは表現力がなくて、基本的には技術だけなので、きちんと、もちろん、習い方はもちろんありますけど、きちんと教わった形できちんと段位で取ることができるので、とにかくセンス関係ないっていうふうに思ってください。そして、もう一つなんですけど、これはね、そろばんの先生が見ていて、最初の体験の時に、この人って素質あるぞとか、この人って才能ってあるのかなって思いますかっていう質問された時に、僕はね、もともとね、才能とか素質とか見た瞬間に分かるかなって思ってたんですよ。自分もそろばん教室始める前に。でもね、意外とそれ当たらないんですよね。で、これ何が言いたいかっていうと、最初にできるかなって思ってた子でも、さっきみたいに早くやめちゃうケース、結局だから1年とか2年とかでガーッと上手になるけれども、パッとなんかいなくなってしまうというか、そしたら1年2年で身につけたものって、残念ながら1、2年とかで消えてしまいますから、それはやっぱり身につかないですよね。でも一方で、何かやっぱりしっかり、最初はもう本当に体験の時はもう不器用とか、不器用に見えるだけですね。実際別に僕はだからそこで判断してないので、きちんとある程度、体験とりあえず言うこと聞けて終わりました。だったらもう体験でお断りすることはほとんどないです。ほとんどないっていうか今まで、一回もないかな。そんな感じなので、とにかく長くしっかり続けられるとか、その後2、3年経ってきて、もう開花するとかっていうケースは、これはいっぱいあります。いっぱいあるので、自分が今最初なんかそろばんなんとなくしかできないのかもな、うちの子そろばん大丈夫かなって思ってる方こそ、全然そろばんって大丈夫だよっていうことを、やっぱり伝えたいなって思いますし、最初の話に結局つながってくるんですけど、そろばんって全くセンス関係ないです。もうこれだけはもうなんか100%胸張って言えるかなっていう。
まあ、僕も高校3年生から教えてきて、今35ですから、まあ、人生の半分ぐらいおかげさまで、その場に関わっているっていう感じにはなりますけど、そして体験の時できるなとか、才能あるなって思ってた子が、結構意外とそうじゃなかったってことも、これも残念ながら見てきているケースだったりするので、だから自分のことが、よくできるな、最初の時点で。で、だからといって、その後の伸びがすごいかどうかっていうのは、それは関係がなくて、その後どれだけ努力したかっていうことが関係があるので、でもその場ってやった分がやっぱりきちんと返ってくる。で、世の中ってね、そうじゃない部分もありますけど、なんだかんだ言っても世の中コツコツやることっていうのは、本当に、これでよく言われるんですけど、これもね、その場やってる人って、グレないよねとかってよく言われるんですけど、その場がきちんとできる人ね。まあ、そんな、7級とか6級でやめちゃった子とかは知りませんけど、やっぱりコツコツ机の、前に向かってやるってことを続けると、やっぱりある程度じゃないですけど、やっぱ真面目な子が多いんですよね。だって真面目にやらないと、1とかずれちゃったりしても間違えちゃうわけですよ。で、普通の、その分、その場習ってないと、1間違えたら、わーとかってなりそうですけど、まあ、その場ってその1とか間違えないように、間違えたとしても、なんとかリカバリーをしてとか、きちんと間違え直しをしてとか、そういったコツコツしたことを積み重ねる習い事だったりするので、どの人にとっても、ものすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとこれも別の話になって最後逸れちゃったりするんですけれども、最初に習ったもうその子も今高校何年生とかでもう卒業はしてしまったんですけれども、吃音が治ったケースっていうのがあるんですね。吃音ってうまくしゃべれないっていうのですけれども、そろばんをやっていくうちにちょっとずつ自分の中で自信が出てきて、きちんと何て言うのかな、その子は作文の講座っていうのも昔やってたんで取ってたんですけれども、作文の講座って結構対話しながらやるんですね。で、本当に最初の頃、その作文の講座っていうのは、その子がだから5、6年生とかでちょっとずつその場で、培った自信を得てから、作文講座を受けたんですけど、だから僕がだからその作文講座を聞いてるわけですよね。そのそろばん、作文の先生とその生徒がやり取りしてるの。で、一番最初体験に来た時はもう何も言えなくて、なんかこんな感じだったんですけど、でも本当になんかきちんと言葉を一つずつ、なんかね、しかも言葉が結構丁寧で綺麗なんですよね。で、一個ずつ紡いでいきながら喋っていく様子を聞いてて、やっぱりその子ももちろんすごいんですけど、やっぱりそろばんの力ってすごいなって、やっぱり一つ一つ自信を積み重ねる、一つ一つ努力を積み重ねてきた結果がきちんと、なんていうのかな。その人間性っていうか、心とかをいろいろ作っていくっていう部分が、本当にあるのでね、本当にその場は、まあ僕がね、その場の先生だからっていうのもありますけど、本当にいい習い事だなっていうふうに思ってますので、まあぜひね、気になる方は、まあうちは、その場教室、アバカススタジオというところでその場教室でやっています。まあオンラインとか、蒲田、海老名、武蔵小杉、渋谷、田町、芝浦、まあ、あちこちで、まあ、そろばん教室やっております。ちょっとでもね、気になることがありましたら、ぜひお問い合わせいただいて、まあ、ちょっと今、時点で3月はもう残念ながら体験がすべて埋まってしまったんですけれども、まあ、4月以降にはなりますが、体験、してみたいっていう方は、ぜひ、ご連絡いただければというふうに思います。はい、というわけで、今日もどうもありがとうございました。それでは。